今年の6月下旬、沖縄県において47歳男性警備員の方が、ダンプカーに轢かれてお亡くなりになるという痛ましい事件がありました。この件については、基地反対派の活動家に巻き込まれる形での事故ということでございます。映像が沖縄県議会で公表されたということで、当初の基地反対派の説明に食い違いがあるのではないかということで、そういったことをお話したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。産経新聞が今回、記事を出したので、まず紹介をしたいと思いますが、はい、こちらですね、今年の6月の、事故の際の、まあ、映像になりますが、まあ、産経が記事にしているのは、まあ、載せているのは、このような静止画の写真に、なります。はい。辺野古抗議活動静止、警備員死亡、事故映像を入手、11日に県議会で映像確認へ。警備員は女性を制止しようとダンプカーと女性の間に割って入る形となり、そのままダンプカーの左前面に衝突、10秒ほどの出来事だったということで、まあ非常に痛ましい事件で、ございます。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りします。はい、ちょっとですね、場所などをですね、少し確認をしておきたいのですが、まあ、記事のタイトルに辺野古って出てますので、まあ、場所が辺野古なのかという勘違いをですね、まあ、しそうなんですけど、場所はですね、まあ、名護市の阿波というところで、まあ、Google マップのね、まあ、緑の印が、まあ、ついているところになります。辺野古はですね、この対岸の側になりますので、まあ、ちょっとね、辺野古とは場所が離れてますが、まあ、ただ、ま、辺野古のね、基地反対派が、ま、関わっているということで、まあ、まあ、そういうことでございます。で、ちょっとですね、こちらの記事をですね、まあ、読んで紹介を、していこうと思いますということで、カメラの方はちょっと切り替えますね。米軍普天間飛行場、沖縄県、宜野湾市の名護市辺野古移設に抗議していた女性を制止した警備員が6月ダンプカーに巻き込まれて死亡した事故で、現場付近に設置されたカメラに事故に至る状況が映っていることが10日明らかになった。産経新聞が関係者からカメラ映像を入手し確認した。県議会は11日土木環境委員会で委員がこの映像を閲覧する方針。事故は6月28日辺野古移設工事に使う土砂を搬出する名護市阿波の、桟橋前の路上で起きた。桟橋から左折して、国道に出ようとしたダンプカーが同市の男性警備員当時47歳と、抗議活動中の70代の女性に衝突。警備員は死亡し、女性は重傷を負った。映像や関係者によると、死亡した警備員は当初、重傷を負った女性とは別の抗議者に対し路上で対応していた。警備員はこの抗議者を歩道に誘導したが、歩道後方から足早に近づいてきた女性が警備員と抗議者の間をすり抜け、徐行しながら国道に向かうダンプカーの前に出る様子が映像に残されていた。警備員は女性を制止しようとダンプカーと女性の間に割って入る形となり、そのままダンプカーの左前面に衝突、10秒ほどの出来事だったということで、まあ、この産経新聞の記事にはですね、まあ、静止画がいくつかですね、まあ、並んでおりまして、これをですね、つなぎ合わせると、まあ、ちょっとね、動画のようになるわけで、まあ、それをですね、つなぎ合わせて動画のようにされている、まあ、ツイッターのね、まあ、ポストも、まあ、あります。はい。関係者は明らかに女性は警備員の制止を無視して飛び出している。警備員は女性をかばうような形でダンプカーに巻き込まれたと証言した。県警はカメラ映像の解析を進め、詳しい事故原因を調べている。一方、事故現場で牛歩による抗議活動をしてきた市民団体のメンバーによると、重傷を負った女性は、あえて飛び出したわけではないと説明。この市民団体と連携するオール沖縄会議は7月、2人がダンプカーに巻き込まれたのは、車両乗り入れ部と呼ばれる歩道部分であくまでも歩行者の通行が優先される場所だったと主張する資料を公表していた。事故現場となった辺野古移設工事に使う土砂の搬出口周辺では、移設に反対する市民団体のメンバーらがダンプカーの前をゆっくりと横断して抗議する牛歩戦術が続けられてきた。
今回明らかになった映像によって抗議者の女性がダンプカーの前に飛び出した可能性が高まった。これまで抗議者側は女性は飛び出したわけではないとの姿勢を崩さず安全に配慮した抗議運動を尊重すべきだとも主張していた。また骨を折る重傷を負った女性が骨は折れても心は折れないとの言葉を残し市民らが勇気づけられたとする、地元報道もある。こうした状況に警備員の遺族は今までで一番滞りを感じる記事だった。本当に本当に許せないしとても辛いと心を痛めていたとされる。今月4日の県議会の一般質問で、遺族の思いを読み上げた自民党の島袋大県議によると、警備員の妻は報道や SNS では被害者の女性に非はなく非があるのは強引な警備などではないかとの誹謗中傷がほとんどと振り返り、妨害行為が問題ないことにされ家族の死がなかったことのように扱われた、精神的に辛く心を痛めていたと伝えてきたという。映像には徐行するダンプカーに近づく女性と女性をかばうように静止する、警備員の姿が映っており、抗議者側の主張は崩れつつあるということで、要はですね、抗議者側イコールですね、基地反対派、イコールオール沖縄というですね、勢力ということでございます。今後ですね、選挙がありますので、その際にはですね、オール沖縄側のですね、候補者、当然ね、この件は、投票のね、判断に、されるべき、ことであるとは思っております。はい。ちょっと、この時にですね、私、ブログに書いていたので、ちょっとね、その時のブログをですね、振り返ってみたいと思います。8月3日にね、私が、ブログを書いたんですけれど、ちょっと当時のね、ニュース映像などはですね、削除されたっぽいですね。はい。ということで、ちょっと当時のね、紹介を、記事の紹介もしてありますが、はい。でですね、ちょっと、二つほど産経ニュースのね、ポストをですね、紹介したいんですね。まず一つ、事故現場に再三のガードレール設置要請も沖縄県認めず、玉城知事も把握、辺野古ダンプ事故。ということで、米軍普天間飛行場の名護市、辺野古移設に抗議していた女性を制した警備員が死亡した事故で、港湾を利用する事業者側が県にガードレールの設置を何度も要請していたことが分かった。にもかかわらずですね、この玉城デニー知事は、それに対応しなかったということで、ある意味ですね、危険性を察知しながらですね、注意、ですね、されていながら、それに従わなかったので、やはりね、これは、で玉城デニー知事の、責任は大いにあると思います。で、もう一つですね、ちょっとこれはですね、ちょっと滞りを、ちょっとね、すごく、怒りの記事ではあるんですが、辺野古ダンプ事故。あなたは県民を殺した責任者、オール沖縄が防衛局に工事中止要請。知事の支持母体オール沖縄会議は現場で抗議運動に参加している市民に避難されるべき事情は全くないとし、安全に配慮した抗議運動を尊重することなどを求めたということで、ちょっとこれだけだと少し、分かりにくいので補足しておくと、要はオール沖縄側がですね、沖縄県に、逆切れしているという感じですよね。結局、映像を見ると、やっぱりオール沖縄側がですね、事故の張本人と言っていいんですけど、オール沖縄側がやっぱ怒るのっていうのはですね、やっぱりいかがなものかと思うわけでございます。はい。ということで、ちょっとね、これについてはですね、その時の映像、というか、ニュース記事も、あるわけですよね。で、この基地反対派の側がですね、人が一人死んでいるんだよと、言ってるんですけど、ちょっとどの口が言っているんだと、指さしている先にはですね、沖縄県の側の職員の、方がいるんですけれど、ちょっと沖縄県の、職員の方もですね、こういう、活動家の、逆切れ指摘というのがね、対応しなきゃいけないっていうのは本当に大変ですし、もう何よりですね、これ本当に遺族の方がですね、もう大変悔しい思いをね、されていると思います。
最初紹介した、産経の記事にもね、まあありますけれど、まあこれについてはですね、まあ映像付きでですね、記事のリンクが、まあありますので、そちらをですね、まあ概要欄の方にリンクを貼っておきますので、まあ見ておいただければと思います。適宜ですね、ショッカー宮城さんという方が、まあちょっと私全然知らない方ですけど、まあ記事をね、リンク貼っておられたので、何でしたっけ、人が一人死んでるんだよと声を大にして言ったのはあなたたちのお仲間ですよね。では、事故の検証するために動画を視聴するのが筋通りですよね。まあ、これ、何かというと、オール沖縄の県議がですね、県議会のですね、まあ、委員会でこの動画をですね、見ようというときに、まあ、退去したらしいんですよね。それをですね、気に食ったポストになります。まあ、ちょっとこちらのスルメデラロチャさんもですね、まあ、イラストにしておられますね。まあまあ、とりあえず、はい。いざ映像を確認しようとするとですね、まあ、オール沖縄の側がですね、まあ、映像を確認したがらないというですね、まあ、まあ、どう考えても、まあ、滞りを感じるようなですね、まあ、内容ではあります。まあ、ちょっとこういうことを、まあ、紹介を、まあ、こういうのをね、動画にして皆さんに、まあ、共有するっていうのも、まあ、気が引けるわけではありますが、まあ、とはいえ、やっぱりね、これは、もう、それらをね、もう選挙のね、判断材料に、まあ、するべきであるということをですね、まあ、皆さんに、まあ、私は伝えるべきであるともね、まあ、考えておりますので、まあ、皆さんも、まあ、特に沖縄にね、住んでおられる方は、ぜひ選挙の方に行っていただければと思いますし、まあ、やっぱりね、沖縄の基地の問題というのは、まあ、沖縄の方だけの問題ではありませんので、まあ、本土にいる、離れて住んでいる我々もですね、まあ、問題意識をね、高く持って、今後もね、注視をしていきたいと考えております。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花口の利き方を気をつけな俺は持ってるぶっ壊す力未来永劫不老不死天上天下唯我が独尊売られた喧嘩は買いますせぶっ壊してみな弱小政党不倫路上カーセックスこれはアウトなデラックス反社に過激な集金トラブル先にセクハラないモラル一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー